よし、すぐに修行再開だってばよ。ナルト、お前に面白いものを見せてやるよ。またややこしい説明かよ。ワイドリン。ああ、釣りはいいから加賀先生、で、何を見せてくれんの？これって、螺旋岩。加賀先生も螺旋岩できたのか。釣りってばよ。螺旋岩、俺の必殺技なのに。あのね、話の本題はこれからなんだけど。加賀先生って、俺なんかさ、ベロ仙人のそりゃ厳しい修行に耐えてさ、やってみようかな。ま、もう少し落ち着くのを待っ。俺なんて二人でやっとこさこねくり回してやってらんねえってばよ。片手でサクッとできちゃうなんてよ。